お米にこのバターを吸わせる感じです。だいたい10度。パラッとかけてあげる。いつもモンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。モンマルトル上村です。今日皆様にご紹介するお料理、今日はシンプルにバターライスですね。フランス料理ではリーオブールと言います。リーが、お米、ブールがバターなのでバターライスですね。材料紹介していきたいと思います。今日一番オーソドックスなシンプルなバターライスやってみたいと思います。簡単ですけども玉ねぎ。お米。お米は、日本の、この、なんていうんですかね、もっちり、ふわっとした、お米を炊くのではないので、できれば、日本のお米だったら無洗米。または、今日はこのイタリアの、カルナロリっていうお米ですね。これは、パラパラしてるお米です。または、タイ米とかでもいいです。はい。そうですね。なんか、日本人の、こうなんですかね、好み的には、タイ米とか、無洗米無洗米だと、この研がなくていいんで、パラパラ炊き上がるんで、それをおすすめします。あとは、ちょっと香り付けに、ローリエ。あとは、ブイヨンですね。鶏のブイヨン。あと、バターですね。と、バターは、皆さんもしかしたら、炊いたご飯にバター入れて、チャーハンみたいに、フライパンで煽ったりしてバターライスと思ってる方いると思うんですけど、米にバターを吸わせるっていう作業が、やっぱりこれ大事なんですよね。なので、生の米から作ります。で絶対にこれマーガリンを使わないでください、はい、バターですもうマーガリンとバターってもう本当別物なんでマーガリンがヘルシーって思われてる方いると思うんですけど私も、基本的にトランス脂肪酸お店でももちろん使ってませんしトランス脂肪酸まあねいろいろ賛否両論いろいろあると思うんですけど私はあんまり好きではないですなのでショートニングとかも使わないですしで今回はこの本当のバターを使って作る本物のバターライスシンプルなバターライスですとお塩胡椒それを炊く鍋ですねまたフライパンでもできますで、うまくやると炊飯器でも炊けるんで、まあ、そのやり方も説明しながらやっていきたいと思いますではよろしくお願いしますで最初に、玉ねぎですね今日はだいたいお米2合分ぐらい炊こうかなと思ってます2合、まあ360ですね、なので玉ねぎ2分の1ぐらいですね玉ねぎはみじん切りにしますみじん切りはいつものようにまあいろんなやり方あるんですけど僕らはもうこういうふうに細かく入れていきますまあフードプロセッサーとかでやってもいいんですけど玉ねぎって水が出ちゃうんですよねなんでなるべくこう包丁でこう細かく入れてあげる最初にそうすることによって無駄にこう叩かないで済む叩くと繊維が潰れてしまってよくこう玉ねぎ切って目が痛くなるってあれは包丁が切れないのと切り方が悪いんですよね最初からこれぐらい細かくなる最初に細かく入れて、こうやって刻むとこのように細かいみじん切りでここでそうですね、ま、2分の1だとちょっと多そうなんでこれぐらいにしておきます、はい、で少しだけちょっとムラがあるんで包丁でこう叩いてあげる少しだけですねみじん切りするときは、こう、包丁のここを持って、必ず、こう、小指が、こっちが外れないように、外れると、こういう感じで、指を切ってしまうことがある。必ず包丁の背の上に振るような感じで、扇形みたいな形を、いくと、まんべんなく、みじん切りにできます。最初に包丁で細かく入れてるんでこうみじん切りなども早いし玉ねぎの水が全然出てないですよねこうさらっとしてる、はい、こういうみじん切りがベストです、まずブイヨンこれは鶏のブイヨン
以前モンマルトルチャンネルでもご紹介したと思うんですけれども、鶏のブイヨン、こちらですね、作り方ちょっと復習してみてください。まあ、もしそれができないであれば、まあ、市販のチキンブイヨンとかチキンコンソメとかでもいいです。まあ、もっとシンプルに炊きたいならお水でもいいです、はい、それを一度必ずこう温めておきます。沸かすっていうより温めておく状態です。で、鍋に、分量のバター。で、これはあんまり最初強火にしないこと。強火にするとバター一気に焦げちゃうんで、焦がさないようにバターをこう溶かしていく感じです。という感じですね。で、バターがこうほぼ溶けたら、先ほどの、みじん切りにした玉ねぎ入れていきます。で、玉ねぎをこう水分出させるような感じですね。またかって思われるかもしれないですけど、これも弱火です。はい、じっくりこう玉ねぎ炒めていきます。で、なんかバターライスにこういろんな野菜が入ってるような感じの作りたいって方は、玉ねぎと人参とセロリとか入れたりとかして、彩り豊かなバターライスもできます。ただ今日はすごくシンプルに基本のバターライス作るので、玉ねぎだけで作ります。で、この今日作るバターライスはもちろんそのままバターライスとして食べるってカレーと一緒に合わせたりもできますし、そこになんかちょっとトマトケチャップ入れたりしてオムライスのベースになったりとか、あとはステーキの付け合わせだったり、お魚の付け合わせだったり、そういういろんな用途に使えるものですね。で、なぜか僕が例えばフランスにいる時なんですけど、お魚にお米を合わせるってフランス人結構多いんですよね。で、そういう時にもこのバターライスと魚をこうシンプルに焼いたものを乗せたり、ムニエルにしたお魚を乗せたりとか。で、フランス人、なんでお魚いつもお米なのって聞いたら、じゃあなんで日本人はお米食べるのとか、よくわけのわからないことを言われたりしたこともあるんですけど。はい、まあ、とにかくいろいろ使えるものですね。はい。で、あと便利なのが、こう炊き上がったものを冷まして、冷凍保存も2週間ぐらいなら可能なんで、こういうのももちろんやっぱり少ない量で作るよりある程度の量があった方が美味しく炊けるんで、なんで今日もお米2合分、まあそうですね、2合はやっぱり欲しいですね、はい、で炊いて余ったらラップにくるんで冷凍して保存っていう、まあ、ご家庭ではそういう使い方していただけたらなと思います。はい。で、玉ねぎ こういう感じですね。今少しこうじわーっとしてきたんですけど、これまだですね、この状態。ただシャキシャキしてる感じします。で、最初にこう塩入れちゃう人いるんですけど、最初に塩入れると塩の効果で水分が先出ちゃうんですよ。で、玉ねぎの甘みが出ない、炒まる前に水分だけ出ちゃうっていう感じになるんで、この時点で僕は絶対塩入れないですよ。入れるって書いてる多分レシピもあると思うんですけど、僕は入れないのをお勧めします。で、その間にこのブイヨンの方ですね、だいたい分量的に同量ぐらいで、ちょっとパラパラ感出したいならお米1に対してブイヨン 0.9 とか 0.8 とかでも大丈夫です。今日は同量でいきます。で、ローリエを1枚で、ここに必ずこのバターライスに先に味をつけます。塩、胡椒は白胡椒です。白胡椒で、ブイヨンがこう沸騰したら一度味見しています。この時の塩加減は普通のスープで飲むよりちょっとしょっぱいぐらいです。で、沸いたら弱火にして、このあったかい状態を保つようにしておいてください。はい、玉ねぎこれぐらいです。これぐらいです。この色。
飴色までいかなくても、まず玉ねぎで炒まると透明になってきて、その後こう甘みが出てきると、こうちょっとこう茶色色になってくるんです。そしたらここにお米、これお米2合です。お米を入れて、これ先ほど言ったイタリア米です。で、お米にこのバターを吸わせる感じで、あんまりガチャガチャ混ぜるとお米が割れてしまうんで、優しく、で、お米ごと炒める。あ、炊飯器で炊く場合は玉ねぎ、バターを炒めるとこまでやりますよね。で、それを、炊飯器のあの中の何ですか、中釜っていうんですか、中に入れて、で、そこにそれこのお米、無洗米、洗わないものを入れて中で混ぜて、で、この味をつけたブイヨンスープ、これを入れて、で、炊飯器のモード的になんかあるはずなんですよ、あの固めに炊くやつが、酢飯用とか、あのそういうモードにしてボタンを押すだけです。そしたらあのバターライスできるんですけど、鍋の方がやっぱり美味しくできます、ね、でもガスで炊くっていう、僕らは基本的にあのこういう鍋で炊いたりするんですけど、あとなんかちょっとお焦げじゃないんですけど、多少ちょっと焦げてる部分とか、ちょっとそういうのがこう味になるっていうか、はい、表情がある感じですね。はい、これぐらいですね。このお米がバターを吸ってちょっと透明になってきてるの分かりますか、はい、そしたらこれだいたい1号冷凍 180cc です。 180cc と、はい、これで同分量です。で、こういう感じで沸騰させます。で、沸騰させたら一回軽く下を混ぜてあげて、これそうですね、ステンレスの鍋とか、あのルクルゼの鍋みたいなのあるとすごいもっとうまくいきます。で、火加減はごくごく弱火です。ごくごく、はい、これで蓋をします。はい、で、だいたい18分から20分。柔らかくて炊きたいときは20分ぐらい。ちょっとパラパラっとした感じでいいときは18分とか17分でいいと思います。今回は18分でいきます。はい、18分経ちました。おー、いい感じじゃないですか。ね、そしたら、ちょっと見てみますね。ちょっと下がちょい焦げみたいな、これが鍋で炊いた時の良さです。このちょっとこう焦げてる感じ、このお焦げっぽい、はい、で、一旦普通のご飯みたいな感じですね、混ぜてあげます。この下にこびりついてるのも落として、これね、ルクルーゼの鍋とかああいうのやっぱ素晴らしいんですよね。で、パラ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 したピラフみたいにしたいときは、このまま蒸らさずに薄いバットとかに広げて、一気にこう熱バッて取ってあげるとパラパラになります。今回は普通に炊くのにちょっと蒸らし時間を入れてみます。うん、で、味見てこの時塩がちょっと足りないなと思ったら少し塩をしてあげる。でも大体あの最初にブイヨンの方に塩をしっかりしてればしないでも大体美味しくはなってます。はい、で、ちょっと蓋をして温かい場所で、そうですね、大体7、8分ですね、蒸らしていきます。はい、ちょっと蒸らし時間終わった感じで、うん、パラパラしてていい感じですね。これイタリア米なんでとてもパラパラしてます。日本のお米でやるともう少しこう澱粉質があるんで、やっぱりふっくらもちっとした感じになります。
で、ここで最後に最後の味見ですね。うん、ここでも最終的にまだもう一回味付けられます。はい、でただ今回付け合わせとかにも使うんで薄味にしたいんで、うん、あえて薄味にしてます。はい、よし、いい感じですね。色も香りがやっぱり違うんですよね。バターの香りすごいですね。で最後にそうですね、ちょっとパセリのみじん切りとか上にパラッとかけてあげて、はい、はい、完成です。めちゃくちゃシンプルなバターライス B.O.Boo の9本ですね。ちょっとじゃあ試食させていただきます。では試食させていただきます。めちゃシンプルなんですけど、とっても香り高いし美味しそうです。いただきます。パラッパラッパラしてますね。いいですね。うん、美味しいですね。この玉ねぎのこの甘みとか玉ねぎのうまさ、うまみ、あとブイヨンのこの香りとバターの香りですね。でお米イタリア米なんですごいパラパラしてるんです。もうパラ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 ーってこういくんですけど、これお弁当にも使えます。はい、うんうん。であれですね、やっぱり本当に先ほども言ったんですけど、マーガリンじゃなくてバター、バターも、無塩バターがいいですね。あと発酵バターとかあるとまたちょっとコクっていうか深みが出るバターライスになります。でシンプルなんで、もう塩加減とかとってもやっぱり大事です。うん、でこれを使ってオムライスにしたり、これを使ってなんかピラフにしたり、これをお魚やお肉の付け合わせにしたり、まあいろいろね使い道があると思うので、ぜひ皆さんのご家庭でも試してみてください。はい、では今回のバターライスB.O. ブール、よかったと思う方はチャンネル登録、そして、よかったら高評価ボタンもお願いします。でまた、リクエストとか質問なども、コメント欄でお待ちしております。どしどしお寄せください。では今後とももんまる食べチャンネルよろしくお願いいたします。ありがとうございました。